エルネスト・セディージョ・ポンセ・デ・レオンは、メキシコの政治家。イエール大学グローバリゼーション研究センター所長、核不拡散、核軍縮に関する国際委員会委員。教育大臣、大統領などを歴任した。与党制度的革命党に所属し、教育大臣などを務めていた。当時、大統領候補として挙がっていた、コロシオ幹事長が暗殺されたことを受けて、 急遽大統領候補に指名され当選した。1994年から2000年までメキシコの大統領を務めた。大統領在任中には、これまで現職大統領が後継者を指名していたデタソを廃止した。それに代わって、党内予備選挙を導入するなど、制度的革命党の改革を積極的に進めてきた。また、1980年代からの流れである民主化を、 進め、制度革命党と国家との分離を行い、法の支配を徹底させた。長年の懸案だった財政問題にも取り組み、財政健全化を目指した。1997年の議会中間選挙では、制度革命党が結成以来初めて過半数を割り込んだことで、セディージョは与野党間の調整役として奔走することとなった。 改革の成果もあり、政権後半を通じ支持率は比較的高かったが、2000年の大統領選挙で国民行動党のビセンテ・フォックスが大統領に当選し、制度的革命党は初めてゲアすることになった。現在はアメリカ合衆国のイエール大学にてグローバリゼーション研究センター所長を務めている。また、オーストラリア首相のケビン・ラッドと当時内閣、 総理大臣だった福田康夫により、核不拡散、核軍縮に関する国際委員会が設立されると、セディージョは同委員会の委員に就任し、核兵器の削減など国際問題に対して提言を続けている。ありがとうございます。